ロンドン在住松崎美子さんに聞いてみた。ブレグジット後のポンドについて語っていただきたいというふうに思います。美子さん、よろしくお願いします。いやもう今日はですね、実は今10月17日の土曜日に収録をしているんですが、はい、日本時間10月16日昨日の金曜日の夜10時過ぎぐらいからいろいろこうブレグジットに関するニュースも出ていて、はいはい、ボリス・ジョンソンが自らこう区切った15日のその最終日を超えて、1日超えたけれども、ボリス・ジョンソンの方から話があると。でなおかつ欧州サイドから、欧州の首脳がイギリスに対して、いろいろこう話をしてきて、結果的には何も進展がなかった。そうですね、はい。ボリスの方としては何も進展がないんだったらもうこれ以上話してもしょうがないねという結論になって、月曜日にはバルニエさんが、行くという話もありますけど、来なくてもいいよと、そんな感じで、欧州が変わらなきゃどうしようもないですよね。そうですね、こんな状態で結果的には今までやってきたけれども合意なき離脱に向けて大きく舵をこう切ったという、ことになってなってますね、でこれブレグジットって今更ながらなんですけど、英国にとってそれって正しい選択だったのっていう、これ本当に即答難しいんですけれど、私も2016年の6月の時、あの国民投票があった時には、2016年6月6月23日でした。それってもうある意味、なんで 4年と4ヶ月、はい、あの時は私は残留支持だったんですよ。私もそうですよ。でしょ、っていうか残留以外ないと思いました。私もそう思ってたんですよ、国民投票で、まさかのまさか離脱なんか決まると誰も思わなかったでしょ。思わなかったんです、で結局それからもう今その4年4ヶ月ずっと見てきて、私はちょっともうこれ出た方がいいなとは今思ってます。で EU のあの言い分がすごいよくわかるんですけれども、やはり英国にもう32年住んでて、英国人の気質がわかってるので、このままいても英国は結局ワンオブゼムで終わってしまう、で英国人ってそのワンオブゼム嫌いじゃないですか。大嫌いですよね。絶対に上に立ちたいんで、その意味ではやっぱり EU から出るっていうのはもう宿命だったんじゃないかなと思ってます。内心ね、イギリス人から見て、僕もイギリス住んでたし、分かるんですけど、なんでヨーロッパの意見を聞かなきゃいけないんだっていう、まさにそこですね、そこですよね、俺たち上だろっていうまずね、何を根拠だかよく分からないけど変なのありますよね。大英帝国のね、あれっていうのは田舎のおじいちゃんだったら、もう本当その気持ちが強くて、強いですよね。今の80代なんか、もう大英帝国そのままの頭で生きてますから。そうですよね、だからこそヨーロッパのために金払うとか、言うこと聞かなきゃいけないとか、ありえないって言ってますね。そうですね、まさにその通りです。ただ若い人は逆にヨーロッパに残りたいんで、それはあの都市部にいる特に若い人たちはもう当然当たり前ですよね。うちの娘とかも結構もう不満ブーブーだし、ただ個人的にはそれでも私英国はどうにか頑張っていくんじゃないかなと思ってます。となるとでも正しい選択だったかどうかっていうのはもう10年たまだ見ないと分からないかな。それ新入社員の人事がね、あのどうかっていうのは10年経たないと分からないって言われる。やっぱそうなんですか。じゃあそれですね、要するに今取ったのが正しかったのかどうかっていうのは分からない。10年後に会社支えるような人間になってるかどうかっていうのは、その時に初めて人事が優秀かどうかっていうのは分かる。まさにそれだと思います。5年でも難しいかもしれないし、多分ここから本当に合意なきでもしこのまま行くのであれば、最初の3年はもうドロドロですよね。経済もコロナも全部がうわーって一緒になって完全は来るわ。すごいと思いますよ、あのイギリス経済はそれはもう偉い、もうスラギッシュどころじゃなくて、いやもうとんでもない、そんな綺麗事じゃないですよね、だけどそれを例えば終わって、まず一つはそのコロナのワクチンができて、それがまず一個、向こうに行ってくれて初めて経済的などうやってここから行こうっていうのが来ると思うので。ただ私これあの去年のちょうどことあの10月のセミナーとかでも言ったんですけど、いわゆるイギリスをヨーロッパのシンガポールにする、
そのタックスヘイブンにするかどうかっていうのは別ですけれども、英国の人ってもうとにかく私自分で住んでて分かる、ただじゃ起きないんですよ。非常にしたたかな人たちですから、うん、何かここから来ますね。何をやるか分からないけど、うん、何かすごい発表して最終的にはどうだっていう、うんうん、じゃあまあ少なくともじゃあブレグジットを正しい選択かどうかは今では結論としては出ないけれども 2,3 年は苦しみしかないと思います、うん、それ苦しみっていうのは、うん、例えばその間っていうのは当然物価も上がるし上がります、うん、失業者も増えます増えますよね、うん、景気は当然もう落ち込むでしょ、いいでしょ、はい、うん、だからそれをどう乗り越えるか、うん、その単純に増税しましょうみたいのじゃ追いついていかないので、うん、多分あのこの前もボリス発表してるんですけれども、首相官邸の中に投資局っていう省庁を作って、うん、海外からの投資を呼ぶ、うん、だからもうはっきり言ってもうイギリスは内装で触れなくなっちゃってるんで、だけどその投資をしてもらうからには何かすごい魅力的な、ね、あれじゃない、もう単純にお金なんかくれる人いないから、うん、何かすごい、まあね、メリットがないとね、うん、輝かしい何かをあげなきゃいけないんで、それをどういうものをやってくるかわからないですけれども、うん、ある意味やっぱウィンブルドン状況ですかね、海外にとにかくロンドン、イギリスを地盤にして海外に活躍してもらうっていうのをやってくると思います、うんうん、でそのためには EU にいたら全ての税率は EU が決めるんで、そうね、うん、だから出て自分たちの好きな税率を自分たちが好きなように決めて英国最高裁判所が判決を下してっていう、本当に自分たちがやりたかった。要するに今一番のトラブルになってる、ね、全部部分、うん、あ、それと残りはあと漁業権ぐらいでしょ。漁業権は、まあ、マクロンさんが騒いでるだけなんで、うんうん、まあ、結果的にはやっぱり相入れなかった部分ですよね今まで。いや無理ですよ、それが根本にあってイギリスが出たかったわけだから、 そこを要するにあの折れろと言われても無理だ。だから EU27 カ国がじゃあ全員今みんなが言ってるような一枚岩で仲良かった、そうじゃないんですよ。ただしイギリスという一つの敵は全員嫌いなので、うん、一応今一つになってるけど、じゃあこれで英国は抜けました、じゃあ本当に EU が27カ国を頑張っていけるんですかというと、またこれ別問題だと思うんですけれども、うん、ただ EU としてはやっぱり一つ出た国を作りたくなかったんだと思いますね、うん、だけど結局英国は出てしまった、ね、出るなと言われればもっと出たい国民性なんで、まあ、だけど、まあ、ちょっと話はねあれだけど、うん、EU の中だって出たい国もあるわけじゃないですか。いや、ハンガリー、ポーランドなんかもう筆頭ですよ今、うんうん、どうでしょうね。ただし補助金もらえるのでいてるみたいな、だからそこでイギリスがいなくなって、あのやっぱり財政苦しいじゃないですか EU も。いや、イタリアだってスペインだってどうなのって話でしょうね。本当ですよね、うん、今一番危ないのは、南欧は危ないんじゃないかっていう、うん、一番危ないのは意外とスペインだって今話になってて、イタリア以上に、うんうん、まあ確かにね、うん、そうなるとやっぱりあの長期的に見ればプラスになってほしいっていうお気持ちは当然あるんだと思うんだけど、すごいありますけど、うん、いやでも意外となるような気するんですよ。でも何をもって良かったって見るのかわからないけれども、やっぱり今までの EU にいてできなかったこと、うんうん、そうするとやっぱり減税かなと、あと規制緩和、その2つでまずついてくるのかなって感じはします。まあ移民の問題もね今度は。移民ね、うんうん、移民はもう本当に私くだらないけど、自分 の家のお手伝いしてくれる人が帰っちゃったんでブルガリアに、もうそこから今不満ブブですよそう、自分で掃除機かけてますもん。それは次の人やってください。いやいや次の人見つからないから全然。そう、うん、そう、買いました、はい、あの次にですね、あの金融、まあ、当然労働金融のねファイナンシャルのマーケットが一番大きいわけで、はい、これがブレグジットになってしまうと、まあ、本当に今までその EU の中にイギリスもいたから、はい、あのいろいろこう大陸のお客さんとも同じように全部セールスもできて、パスポート制度で、はい、全部ね、インターバンクもいろいろできましたけど、これができなくなると、はい、いった時に、うん、もうドイツにビル作ってディーリングルームの中の例えばセールス部隊とかが、そうですね、うん、映ってる、はい、うん、ところがどんどん増えてきてますよね今、はい、増えてますね、うんうん、これ拍車かかるわけですね。これからまだどんどん出るんじゃないですか、本当に強引なきになれば。そう、はい、あのというかそれが最後まで分かんなくていいから、うん、最後にはね合意するだろうとみんな内心思ってたからポンド買ってた部分もあるじゃないですか。そうなんですよ、はい、うん、だけどやっぱりこれが本当に合意なき離脱になってしまえば、はい、うん、やっぱりその
営業上やりにくければロンドンのセンターはイギリス人だけを相手にするセールスになって、大陸をセールスするんだったらやっぱりドイツかなんかに拠点がないとダメってことですね。一応今そうなってますよね、うん、ただ私やっぱりここもやっぱりイギリスってしたたかなので、うん、今までと違った形の金融、まずあの人民元の取り扱いを全部ロンドンにやるとか、うん、あとまああんまり大きな声で言えないけどアンダーグラウンドのマネー、これっていうのはやっぱり私はロンドンは絶対に一番だと思ってます。で、あのやっぱり EU の、 あの大きな所帯の規制じゃないところの金融って絶対に必要だと思うんですよ。どういうことかすごい言えないけれども、そういう部分で英国は生き残る。ただ唯一の問題は本当に金融のエキスパートがヨーロッパに移って才能が流れて向こうに、それはもうすでに移住しちゃったってこと。そうですね、うん、それが一番の痛手だと思います。それってやっぱりそのブレグジットになって、うん、要は自分たちのやってきたことがやれなくなるからってこと、うん、そうですね、うん、あのデリバティブだとかそういったものを含めて、そういうのもありますよね、うん、あとはその営業部隊にしてもやっぱり優秀な人たちってみんなロンドンに集まってたから、うん、そういう人たちがフランクフルトに行き、スペイン、あ、パリに行き、うんうん、アムステルダムに行きっていうその人材の放出、うん、これってあのやっぱり当たり前だけどそれだけ優秀な人ってもう10年かけても作れないから、それがパッパッパッパ行っちゃってるっていうのが一番私は痛手だと思います。インターバンク的な発想から言ったらセールスがお客連れていっちゃうからね、うん、そんな感じはありますよね。その客玉がそのマーケットに入ってこなくなるもんね、うんうんうん、ある意味ね、うん、だから今までよりは規模は小さいけど、でもじゃあイギリスが本当にもう金融のハブでなくなるのかって私はそうとは思わないです、うんうん、なるほどね、うん、でじゃあ実際にあのロンドン勢のポジションの取り方ってある程度客玉がもし入ってこなくなるようだと、うん、客玉に乗っけるようなタイプのトレーディングって、うん、もしかしたらドイツに持ってかれる可能性はラケンシもあるのかな。ただドイツ人がそこまでやるかどうかですよね。ドイツ人ってやっぱりほらある意味ちょっと日本人に似て石橋叩くじゃないですか。イギリスに石橋なんか叩いてませんから、うん、その意味で私意外とロンドンってまだ残っていけるんじゃないかなって、この人間の気質って変わらないんでブレグジットでも。あの自分がねあのドイツ系の銀行に行った時に、はい、ミュンヘンが本店だったんですよ、はい、でミュンヘン行った時にミュンヘンのディーリングルーム当然見ますし、はい、ドイツのお客さんに行ったんですよ。ベンツも BMW もそれそうでしょうね、うん、はい、一緒に東京からセールスが来たからって言って一緒に行って、うん、マルクエン の説明しましたよ、はい、なんだけどドイツ系の会社はいっぱいあるけどそれ以外の国の会社は実はあんまりなかった。あ、はいはいはい、うん、うんうんうん、でスイスはドイツ系もスイス系もあったんですよ。あるんですよ、うん、本当あのインターナショナルコングルマリットが、うん、あった、うんうんうん、なんだけどドイツの会社ドイツの銀行はドイツの企業がいっぱいあったけど、そうですよね、製造業だとシーメンスとかそのくらいですよね、うん、ドイツで大きな人たちは、あとのバイエル薬品とか 薬、ね、薬のね薬薬薬、うん、そう、でもスイスはノバルティスっていうか、うん、ありますね、うんうん、サンド薬品とかもあいたそうですね、うん、なんだけどやっぱりねそれ以外の国もあったんで、じゃあ今度イギリスは確かにその世界の、まあ、金融の中心地だから、まあ、グローバリーに全部のお客がとりあえずロンドンに電話すれば値段取れるというのがありましたでしょ、うんうん、多少客玉の数が減る可能性はそれはあるかもしれないです。増えることはないもんね。もう増えることはないですね、うん、ただ私やっぱり人民元とかね、なんとなくロンドンが全部牛耳るような気がするんで、うん、その意味ではその例えば新興国をヨーロッパじゃなくこっちに集めるとか、なんか私手は打ってくると、このまま泣き寝入りする人たちじゃないです。これだけは言っておきます。マーケットそのまま衰退していくのは黙って見てない、見てない見てない見てない、うん、そういうことは絶対する人たちじゃない。なるほどね、うん、やっぱりブレグジットイコールポンド売りだったけれど、うん、ヨーロッパから見てると、うん、そこまでなんていうの、やっぱり来年の1月になってどうなるかの方が興味って言ったら変なんですけれど、うん、もうとりあえずこのブレグジットネタ飽きたし、うん、あのね、一番のやっぱりあのディーラーの反応見てるとまずもう飽きた、まあね、4年4ヶ月やってんだもんね、うもう好きにしてくれと、うん、で、まあ、あの結果が出てから教えてくれみたいな、うん、そうなってくると、まあ、実際に思ったほど、私たちが少なくとも思ったほど 1.25 もしくは 1.2 とかまで落ちない、はい、ポンドドルですけど、はい、やはり今度その12月ぐらいに末にそのもう出ることが決まって1月以降ですね、はい、そうなってくると瞬間的にはファンダメンタルズ的にまあ1回はポンドは売られ
がちなのかなと、うん、やっぱり実際にじゃあ出てどうなん混乱っていう状況ですよね、ありますでしょうね、うんうん、やっぱりその関税税関業務がどのくらいスムーズになるのか、本当に私たちの食べるものがなくなる、もしそういう不安があればやっぱりそこはファンダメンタル的にポンドが売られると思うし、あとはまあちょっと先長いんですけど、来年の5月にスコットランド自治政府の総選挙があるんですよ。でもう合意なき離脱として出た場合はまあスコットランドは独立したいと、自分たちで残りたい、逆にね、うん、EU に残りたい、そうするとスコットランド国民票っていう、あの党っていうところに票がもし集まれば、まあ新たな住民投票っていうのが話が出てくるので、スコットランド独立っていう意味でのポンド売り、あとはちょっともっと先が長いんですけど、来年の10月あたりに今度はドイツの連邦議会選挙があるので、まあ、その時はメルケルさんは立候補しないと、もう降りますからね、ります、そうするとポストメルケルは誰なのかで、やっぱりまあヨーロッパの要なのでドイツは、そこら辺はやっぱりユーロが一度不安定で売られるっていうんで、まあ、5月ポンド売り、10月から、まあ、9月10月やっぱり実際の結果も大事だけど、その前の、ね、前哨戦のところが非常に大事なので、やっぱり5月ポンド売り、空10でユーロ売りみたいなイメージは一応あるんです。で今までのさ、こう相場の流れからいくと、そのブレグジットがあったからこそポンドドルは、まあ、傾向としてはずっとポンドが売られてきた。そうですね、はい、でこのユーロポンドで考えたら、ポンド売りで相対的にユーロが買われていた、買われてました、はい、というそのトレンドがあって、今度それの巻き戻しとして、その1月以降はじゃあもう一回ポンドドルは売られ、でユーロポンはポンド売りユーロ買いが、まあ、出るけど、今度それがもう一回ね、秋口ぐらいになるとこのユーロ売りが出てくるとすれば、ね、ユーロポンドが巻き戻されるという考え方になるのかしら、ありますね、それはあると思います、あとはまあそのアメリカの大統領が1月から就任されて、本当にドルが買われるのか売られるのかでまた非常に大事な要因が入ってくるから、確かに、そこは1月の相場は難しいでしょうね、確かにね、ただまあこれで今まで思ってたよりも相場が動かなかったっていうことは、逆にそのマーケットのポジションがやっぱりポンド売りに現状は傾いてしまってるという、やっぱり見方をしてた方がいいってことですよね、あとはもうこの話題に飽きてきた、なるほどね、まあ、マーケットがね、4年以上やってますから、確かに、はい、はい、分かりました、ありがとうございます、はい